や。カレーが食べたい。カレー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 。期待を軽く超えてきた牛肉に合うカレー、ルーが新スキヤの牛カレー。牛カレーのスキヤ。お疲れ様でした。カレーが食べたい。すげえ。カレーが食べたい。また。はい。はい。お疲れ様でした。カレーが食べたい。カット。大きい。ありがとうございます。お願いします。ありがとうございます。すごい。楽しかったです。あっという間でした。順調すぎて、食べカットもすっごい朝から何も食べずに来て、すっごい楽しみに。一口目のカットをすごい楽しみにしてたんですけど、もうすぐ取り終えて、もうずっと満腹にさせてくれないっていうぐらいいつまででも食べ続けられるっていうぐらい、もっと食べたかったって思うぐらい、なんかこう順調に楽しく終えられたなと思って、なんかこう幸せな現場だなと思いました。はい。カレーって食べたくなったら多分すぐ食べたいと思うんですよ。そのみんなのこうあるあるが詰まってる CM な気がします。食べたいよね、でもすぐ行動しよう、食べたい食べたい食べたい、やっと食べると美味しいっていう、なんかこうその気持ちがなんかみんな多分経験したことあるだろうなっていう感じが多分 CM に表れてるのかなと思って、そのちょっとしたこう欲じゃないですけど、こうなんかこうワクワクと食べたいっていう気持ちのなんかこう高揚感というかテンションの上がり方がなんか伝わったらいいなと思って、でその CM 見た瞬間にみんなもね、すき家に駆け込んでくれたらいいなと思います。はい。今まで結構具沢山のゴロゴロ的なゴロゴロカレーの野菜をすごく食べてるイメージだったんですけど、今回サラサラなんです。なんかご飯取って、あのルーを取るとなんて言うんでしょう、 こぼれちゃいそうになるぐらいサラサラで、どん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 で口の中に入れた瞬間に溶けちゃうんですよ。なんかこう一瞬で食べ終えちゃうぐらいすごい進んじゃうカレーですね。だからこそああいうオムレツだったりとかいろいろなトッピングでこうなんて言うんでしょう、具をしっかり乗せてサラサラのものをこうサラサラのカレーをしっかりとくぐらせて食べ、くぐらせる感じです。なんかすくうというよりもなんかくぐらせてるカレーが私の中では、あ、変わったなと思いました。口当たりがいいというか、あの甘さがあるというか、あの多分いろいろな味付けに合いそうな、まあ、もちろん牛は特になんですけど、なんかこう具材に合うカレーな感じがしましたね。はい。紅生姜をご飯の方にちょっと乗せて、そこでこうすくって食べるのが牛カレーだったら、それはしたい、するなっていうか、あとはまあベタに卵、温泉卵だったり、まあ、今回のオムレツはすごく、わあすごい。あとは私あのすき家のカレーの中でサラダがついてくるじゃないですか。
でサラダのコーンとかそのブロッコリーをちょっと上からかけたりとかして食べてたりとかします。私絶妙な辛さ好きなんですよ。あの辛すぎるとちょっとこう辛いことに集中しちゃうので、なんかこの行って2辛ぐらいです。1辛ベストの2辛の日もあるぐらいの感じですかね、はい、まあ華やかで色合いがいいなとはすごく思います。あとなんかまあ盛りだくさんですよね。ご飯隠れてますしすごい贅沢ななんかこうセットというかだなと思いました。このオムレツをあのスプーンでこうすくった時にチーズが伸びるんですよ。もうそこがもうこの見た目すくったここだけで美味しいよねって思いながら、そこにこう牛肉を上から乗せて、でご飯をすくってこのカレーにくぐらせて食べるんですけど、もうそれがバランスがもうよくちっちゃい子習うじゃないですか、三角形食べなさいっていう、もうあれがもう完璧ですって思いながら食べてました。でたまにこの福神漬けがちょっと甘めなんですよ。私ここのすき家さんの福神漬け大好きなんですけど、ちゃんと味変もするっていう、女性が好きそうなちょっとあのパンチが効くというよりもちょっとまろやかで甘さが効いてるような、なんかカレーだなと思いました、うん、なんかすごく美味しかったです。